あ、じゃあヤタガラスレベル分けランダム2オン2大会始めますんでよろしくお願いします。本日は遠征勢の方も来てこられるということで12名6チームになってます。では行きましょう。斉藤さん、秋名さんのチーム、イップさん、ウルジカさんのチーム、斉藤さんのひな、藤川さんの小太郎、ひな小太郎、ひな小太郎、投げうまい裏コパコパして投げ取った、おいしい、おいしい、もう一回プチ攻めゲームローから投げイエス、プロ取って、おいしい、あー雨が完了してなかった。あーちょっと待って、その赤も食らってしまった。歩いたところでしたね。あらんとら斉藤ひな、さあ横押し押し返すか、投げが通る、割れもある、ガクラが怖い、動く、はい、繋げて、おじめ、あーいいです、下ため上、勝ったのはひな、私が見逃すわけだ、遊んでいただきありがとうございます。戦いはまだまだ続く。さあ早稲田式ワンピア、アキナさん、ズール、ツーピー、イプサン、クロー、なんと勝率 92.5%、 台車が通ります。強豪的な方だわ、アイアム忍者対ホモ、ホモが竜巻一緒で落ち、もう一丁使っ、ここ使わない、抜けた、テックフィード、投げ潰し、グラ潰し、判定のわけ、いいえ、さあ途中から当たってる、できなーい、ランド1プロ、お攻め裏も見て、上に移動して、上有利になっちゃうから、おいしい、上がおいしい、ゆっくり前に出て、大番刺す、あー届かない、抜けてる、おーブロッカー、あのエンダイパンをブロってる、上りエンダイ、上りブロ仕込んでやった、さあ牽制が刺さる刺さる、トース
デッキ投げてワンチャン上痛い入れさせました投げて赤取ったんだが裏勝ったのはアキナ斉藤チーム出したいきます。ハクさんと岩さんハクさんと岩さん岩さんはいるハクさんいます大丈夫ですか。遊んでいただきありがとうございます。と天宮さんとゾロはゆるさんはいいますね。じゃんけんしてください。うわこれ松尾さんかな岩さんの初級初級効果出てくる初級じゃない中級って書いてあるまあ岩さん中級だね。うんじゃあ天宮さんの上級これはハンデ戦なんで岩さんが一本出たら勝ちです。え、見えない。ちょ、ちょ今から波動勝ち勝ち、勝ち、やってる調子ロープでいいから調子、あっと、コーバー潰してる調子なるで画面8、キープから調子ここはここは逃げられない、どうするかキープ当たってなんとかして逃げて固めて固めてさあ終わりそうだ昇竜だがガンしているそしてしっかり飛び込んだらこれ死んだからはいそしてジャンディ決めて一本目取っていく天宮さんの反動やはり上級は強い。風戦一本で終了ですか。風戦一本終了さあ6D 6D 調子調子あれは確定攻撃ボタル確定なんでできれば優待ですね。ないでフォークバーフォークバー強しい確認しっかり飛び込んでるここは説明キリブブラウンドはしかし繋がれない繋がらしいトビーさあ行動するか強し強し発表取ってこないから強気ジャンディめぐりからいいエクササギを加えてガスが投げているしっかり見ているのか強しいいですかねそうだか終わりそうだよ終わりやしあと女子格に投げ渡るそして勝ったのは天宮さんで半蔵次は白さんの下田へゾルはイルさんさんの黒術これはどっちも上級最近伸び盛りの白さんさっきも僕は負けそうになったんでかなり実力はついてきていると思います。いやただ全国予選もそろそろ白さん上がってくるんじゃないかなと僕は思ってるんですけどどうだったね。さあ下黒組み合わせ的にはジューズがきついジューズきついです地上戦が圧倒されちゃうんでまあまあしょうがない正しい新幹線まあよしあと西大魚まあよしじゃあ見だけ手足がしてさあ体力はもう半分減っているそして投げてここから投げ足新幹線西へ行って興味は出ないか新幹線さあ G さあとプロから足1回し1戦後戦に座りに行くここからいやここから新幹線見えない1本目取って格差の下やはり強い新規勢とは思えないこの強さ
どこで鍛えてきたのか。シンガーさん投げて西から手順でここからダメージ、ポッパポッパで固めたが距離離す。シンガーさんリーリーをブロって、しかしリーブさんまで繋いでいく。できればリーブさんは最後ジャックにしてユーリフレームを取りたいです。今日だと置き攻めできないんであんまり惜しくないですよね。ここから投げ越し、ここは新しいバーソンさん取り返していく。あ、ゼロは許さんだ、シモンも許さんのか。あ、シモンも許さない。さあ、シデ君早いでもまた乗っている。西からリムセニエニエシンコイさん投げ走、ゲージ状況的にはシモ結構有利だが、シンコイさんどうするか。シンコイさん当たってクデグ、あーっと MC 漏れてしまったが、ジュズマルワルワル僕もよく漏らします。あー始まった、しかし次言えない。いいエクシンコ最後は EXMC をオーガーされてしまって、勝ったのはハクサーのシオ。決定戦かな、シモ無理、シモ難しいよ。昨日やった、まあまあいや、まあまあね、うん、勝てばいいですよ。またって言ってまた勝てばいいですよ。結果知らないですけど僕。シモ安蔵はまああんま見ない組み合わせなんで僕はよく知らないんですけど、お互いセットプレーが強いキャラなんで捕まえたら多分一瞬で終わると思います。ティーカーさん、ティーカーティープがコーコパー大撃、ロジー投げます、お互いナイス代わり合っている。投げます、カップ打ち足、投げ出し、あっあっと輪切り漏れてしまったのか、チュアッチー投げて、シンコイダウン投げ出し、クタイグキープをブロスイル、しっかり投げ、パチディユーギザン、パチディユーギザンで固めていく。あーっとシュート漏れてしまったが、しかし通撃ができない。投げ出し、シンコイダウン、シンコイダウン投げ出し、CX 進行かつらしそうだが、チュアしたリオダル、しっかり確認している。あの予算が取っていく、割といい勝負ですね。これはどっちが勝つかわからない。あっ、投げ出し、チュアし、あっ、リブ、あっと簡単に漏れてしまったが、そこでしっかりリオダル、ここからリブ、あっ、リー進行さん、あっ、ディリ進行さん、あっと、飛びが通って、しかし、ついてない、ログディシャンピン進行、あっ、ディリ、いよいよなんから、一戦の方で、ホークのセットプレーが強い、あっ、ゴフ、しかし、つながらない、あそこから立ち入りってのは、あんまり優位がないんで、難しいですよね。あっと、ゴロ、絡んだけ、進行さん、カンタイさん、ここからあと一発、そして審判でめっくりたくさんが取り出していく。本当にいい勝負している。果たしてどっちが勝つのか。西田君上が見えている。下使いってあんまり上見えない人多いんですけど、これはかなり上見えてますね。あっ、次審判が勝ってしまった。リーブが固め固めで投げる、リーブ調子いいよ、シンクでなんと追い払いたい。タチリー、あーっと簡単に漏れてしまったところに当たっている。このゲームは暗転が短いんで、ちょっとレバー離してると当たってしまうこと多いですね。タチリー勇気がいい戦後さん、これは島、そして勝ったのはハクさんの塩、そして勝ち上がりはハクさんと岩佐のチームに決まりました。はい、次島月さんと九太郎さんのチーム対斉藤さんと秋田さんのチーム。これキャラなんだろう、島月さん下かな、九太郎さん黒かな、
あ、これがいいだろ、シモトグロ、はい。戦いはまだまだ続きます。最初に出てくるのは九太郎さん対斉藤さん。ひなくろ、最近よく見る組み合わせですね。組み合わせ的には割といい勝負だと思います。さあジャンディ、いきなりボール込んでいく、投げて大木さん、相打ち、プロからコパコパ、今日譲るはしかし最低さあ、よさったか、8大木さん、あっとプロからしっかり取りに行く、勝負ティーブから投げて、ここはあっと勇気ささぎ魂が、しかしここまでいけない、シールがしっかり我慢している、九太郎さんが1本目を取っていく、冷静ですね。さあやったち、芸者ね、ユキさん、ハロジャンディ、 EX ユズルハロ、ちょっと遠いんじゃないか、チューバー立ち、ユキさん、シノディからユキさん、シノさん、うわ、噛み合っている、ユキさん、ブローからシノさん、すごい噛み合ったな、しかしブローからシノユズルハレ、伝えて、あっと、もう大江さんを食らってしまう、斉藤さんが取り寄せていく、ゲージ状況もひながかなり有利、これはどうなるか、ユキさん、なるジャミー、当たっている、そして EX ユズルハ、中盤、全部当たっている、なるで、これは勝ち切ってしまうか、ジャシー、ユズルハ、そしておっと、EX ユキさん、プロからしっかりつないで、勝ったのは九太郎さんのプロ。自分は強くないとは言わない、今まで倒してきてしまった人に失礼だから。はい、次柴月さん対アキラさん。いや今日上級ばっかだね。上級何言ってんだろう。ほとんど上級、一人中級いるぐらいで、あと上級ばっか、そう上級準備多い。交流大会とは一体何だったんだ。さあよし、新海さん、パパ新海さん、イリー名曲ないで、おっと風呂からしっかり1個も決めていく、ここはセットプレーはできない、だけどじゃあ、おっとダメから勝ち、ないでステップ、だけどこれはこのまま逆立ちしまっちゃいけない、これは見えなかった、でもちょっとしのいでいる、最後は1、そして島月さんが取っていく、今日レベル高いですね、みんな強い、あっち女子名曲だけどステップ名曲、じゃあ2、今度はリード取っているのはアキラさん、もう2ビリビリシエさん反対なので、おっとブロー、さあがスイギアで反撃できない、なるでそこはセットプレー見えるから、投げステップ投げ、この投げの構えが強い、アキラさんが取り返していく、やはりこの組み合わせも一方的になることが多いですね、どっちも守りが弱くて攻めがとっても強い、もう最後の開幕投げが当たっちゃう、ガフは届かない、しかし名客ターゲットからジャンディ、名客投げて、おっと裏に寄ってたわ、投げて2ビリビリ、しかしはブロって勝ち、固めて、リープが固めて、固めて逃げられない、コワコワ一点コワさ、コワコワだね、コワコワコパから新演算、あ新演算投げて、おっとジャニシーが、ここからセットプレーが見えるかな、あー
っと食らってしまう。そして勝ったのはアキラさんのアズル。負けてーせー、アキラさんのアズル対キュー太郎さんのクロー。今日はアキラさん絶好調ですね。これをキュー太郎さんが止めるのか、それともそれをすら倒していく。ジャンディーぶっ込んでいく強気。今日は強気スタイル。キュー太郎さん立ち立ち立ち、ムロが立ち、あーっとしかしかな受けないじゃない。竜巻チェシメイガグッ立ち EX ユムロハッチューアガードしてる。チューアシメイガグッ EX ユムロハッ逃げている。うわーっとピヨってしまう。そしてしっかりゲージをためにいってキュー太郎さんが取っていく。まあ、多分勝負が良かったですね。まあなんとなく、まあ、一つの中はゲージ止めるのかなと思ったのかもしれない。それが知らないと思ったのかもしれないですね。いいえ、ユムラハッ上がおーっと、しかしユムラハッ強気ティシェッメイケル、おーっと、赤村しかし、元気を見つけてしまう。アズールは速速で繋がらないでちょっと難しいですよね。まあ、しょうがないです。いくつよ、はっおーっと、アズール、しっかり繋げ、おー勝利まで。勝ったのはキュー太郎さんのクロー。そして勝ったのは島津さんとキュー太郎さんのチェース。次は鈴木優太さんかな。鈴木田さんと伊賀さんのチーム遊んでいただきありがとうございます。ハクさんと岩さんのチーム。ハクさんは、あ、いや、伊賀さんは中級だね。中級同士の対決、ゆずこう。ちゃんとやればいい勝負なんですけど、中級隊は多分かなり数有利じゃないかなと思います。この組み合わせこうは結構歩きで勝負しなきゃいけないんですが、まあ、中級隊だと難しいですね。悔しい。ハロハロ、早い強化されたハロが強い。ハロ強くなってますね。立ち、あ、もう弾速いですけど判定が強くなったんで到達が速くなった、速くなったんだと思います。さあ、このままリードされ立ち立ち、怖がらないね。ジョニー、なよね。勝利は何勝利、我慢していた。しかし、反撃やすいが、これが下がって、もっとブロガー、西を追撃できない。ユーブラ最後リバウンド、岩さんが取っていく。出し出し差し込んでいく。出し波動波動西コパコパ出し、コーの内野手はガードショットテクンペ確定なんで、できればテクンペで確定取りたいです。さて勝負しっかり見ている。あと今回の強化点でコーはジュズの内野手をガードしたら昇竜進行が安定してつながるようになったんで、それもやりたいですね。といっている間に今サオタルがもうない。そして MC 岩田さんが取り返していく。いいサボ早い、いいサボじゃん、シーから、おっと、MC 持ってしまったか、よくある。立ち、立ち、さあ、連続でクロード痛い、禁止、いいサボ立ち、いいサボ、ブロっている、立ち
近づけさせない。そしてカットの岩さんのこう。いつも言ってる。次は鈴木裕太さんと白さんの志望平志望。今回どうなんですかね。前回だと平がかなり火力の差で有利を取ってたんですが、今回は火力が下がったんで、まあ、割といい勝負するんじゃないかなと思います。ただ平のセット、あ、来たじゃない、下のセットプレーは新枝で両方切れてしまうんで、島的にはあんまりやりたくない組み合わせではあると思いますね。さあ上級対決、ピークダウン、ピークダウン、真空ダウン、お互い牽制しちゃっている。勝ち、ちょっとブロッテしっかり真空ダウンまで伝えて、ゲージを溜めていく。投げて真空ダウン、投げ出し真空ダウン、おっとブロッテしっかり伝えていく。うまい、あっさくれはうまいっすよね。真空ダウン、ミディガー、ミディガー、勝ちでユギダウン、そして白さんが取っていく。強い強い、失礼だとは思えない。これは鈴木の差が落ちるのか。ここでおっとプロモーター、しかし次ができない。次のハンドから簡単に玉で攻撃とはガードして投げて、ジャンピングブロか、ウィンダウン、ウロがウィンダウン、有利、あ、不利状況でもしっかりブロー仕込んでいる。投げて、ポケットを使って、シエさん、一戦コースアタックシュー、まだ来てる、どうするか、どうする、どうする、最後に逃げつ遊戯、勝ったのは白さんのシモ。で、立ち上がりか。で、勝ったのは白さんと岩さんのチームでした。では、判決はやるのかな、え、エジさん、決勝で、じゃあ決勝戦、島月さんと九太郎さんチーム対白さんと岩さんのチーム。今日レベル高いんだよ。最初に出てくるのは岩さんの子、さあ、片や出てくるのは島月さん。中級で上級なんで岩さんが1本取ったら勝ちです。しかし岩さんは中級の中ではかなり強い子なんで、これはどうなるかわからない。組み合わせ的には割といい勝負なんですけど、 やっぱりハンデがあるのはかなり辛いと思う。8ハロー、ハロー、チンコメンザン、第1何が勝ち、シングルダスコットがコロコパ勝ち、 D ハロー、ハロー、ハロー、違うハローが強い。やはり強化がかなり響いているのが今回効果かなり強いのかな。何で勝利、勝ち、勝ち、何でいくんだけ、勝ち、これはあー、勝ち、そして勝ったら岩佐のコパ、一応最後までやっていいですか。岩さん強いなこれ、多分すぐ上級になると思う。これで初級だったらいいなので、早い、勝ち、勝ち、あいち、勝ち、ミリーから勝ち、勝ちで近づけさせない。しかもこれ勝ちがちょっと辛いんですよね。バリアーションが結構悪いです。勝ち、あーっとジャンディーから熱いギャリギャリ、リブがコバコバ投げ出し、さあ次で EX 勇気、勇気だ、あーっと石ごと EX 勇気で削って、勝ったら岩佐の子、普通に勝っちゃった強い。次出てくるのは九太郎さん、一方は白さん。ハクさん打ちようってやばいな、これ。しか
立ちはだかる小三者の清太郎さん。ここはなんとか小三者の意地を見せないところ。清太郎さん僕をやたがわすに誘ったほどの小三者。これは勝ちたい。慎吾ちゃん、ゆきさん、じゃあ2ブロから何で2ブロから、じゃあ1位慎吾さん、何でおっと投げを使って、じゃあ右がオープンって2球ぐらいはっおっと3位慎吾ちゃん、おっと立ち入れ落としてる2球ぐらいはっおーっと、わかる、できる今日の桁数やばい、ノリノリだ、しかも精度も高い。これは優勝いけるか、全員ランドは止めていく、ゆきさん、じゃあ2くらいいく、上も見えている、ゆきさん、全身差し返し、うわ、弱っと確認して、17、18、ノリノリだ。これはちょっと落ちてるな、何でコマからユギダン逆進行、おっとリブラーだ、何で8、おっとおっと8、しかし5時ヒット、しかし2打目は取れない、逆進行だ、最後の8、そして勝ったら九太郎さんの黒、すごい今日の九太郎さん強いぞ。続きはもう少しまともに話し合えるようになってえ、ネタの人遊んでいただきありがとうございました、うん、そう今日やばいな、清太郎さん、これをね、あの全国で見せたい、見せてほしいな、お考えてやるよ、えさあ中級対上級なんで岩さんが1本取ったら勝ちです。こう黒、まあ、いい組み合わせですね、悔しい、おお立ち差し返している、岩さん強いんだけど、悔しい、譲る派が悔しい、ハロン立ち悔しい、岩さんと悔しい、悔しい、めぐりから、コトさん今日ユーズハンスつないで、シャリオ、おっとめぐりから、投げて悔しい、差し込んでいく、立ち逃げ切るのハン、最後シャリオ一歩目立っていく、キュー太郎さんの黒、プレーがノリノリだな、どうしたんだろう立ち立ち、ゲージ止めている、投げて悔しい、悔しい、差し込んでいく、タッチ、おっと投げ捨てて、このまま悔しい、 EX ユーズラハ入れ込んでいく、おっと悔しい、波動を潰している、あ波動を潰しているだね、タッチ悔しい、差し返し悔しい、 EX が当たってしまう、コバコバタッチ悔しい、お互い出し合ったところにこの発生勝ち、なので、コバ、EX、今日ユーズラハに伝えて、EX、ハロー、コバ、勝利、暴れていく、なので、EX、勝利、強気、ハンデを盾にした、この強さ、さあ、絡める、最後、コバ、そして勝ったら、岩さんのコー、まあ、一応、最後までお願いします。で優勝は、まあ、岩さんと白沢のチームですね。まあ、消化試合ですが、これは何としても上級の陣を見せたいところ。調子。調子。調子。立ち。立ち。進化のまで繋いで、しっかり確定。この9太郎さん、冴えている。じゃあ、リーが EX ユーズラハはガードして確定。調子。悔しい、しかし差し返しができない清太郎さん、投げて EX 勝利、投げて
じゃあ、いいから。最後、私、あいつ、そして勝ったのは、九太郎さんですが、まあ、ルール的には、岩さんの勝ちです。そして優勝は、岩さん、パークさんのチームに決まりました。おめでとうございます。わー。自由になる。強い。遊んでいただきありがとうございました。戦いはまだまだ続く。では優勝コメントお願いします。ハクさんにいろいろ教えてもらってなんとか勝てました。ありがとうございました。とりあえず岩さんに助けてもらったので岩さんありがとうございます。どうしよう、昇格判定どうしようか。ブローをほとんど使ってないからブローが使えれば上級なんですけど、うん、技の振り方が上級だから、ま、そこまで悩ましいんですね、うん、ちゃんと火力も出せるし、うん、微妙上級でいいような中級の危ないラインのような、うん、どうしましょう。じゃあ保留で保留じゃあ保留でもう少しブロ関係覚えたら上級に上げるんで。でも他はかなりうまくできてるんで、うん、いやまじゃあ今日の結果はまあ2位が島津さんと九太さんチーム、そして優勝は白さんと岩さんのチームに決まりました。おめでとうございます。ではヤタガラス大会では毎週月曜日は135は武蔵大会、24は交流 2on2 大会、木曜は毎週交流大会、土曜は毎週初中級大会をやっております。よかったら皆さん来てください。では今日はこれで締めたいと思います。お疲れ様でした。